しまって、でも面白かったですよ、社長の。いいですか、はい、お願いします。はい、仮面、あ、なるほどね。こんなもんですか。ここで音楽をタップいたしまして、音楽を再生しておると。この状態で、手をここのセンサーのところを通していただくと曲の送りになります。次の曲へ、次の曲へという形で好きな曲のところまで選べることができます。であと上下の、モーションでですね、今度ボリュームを操作ができまして、今こう小さくなっていきます。で今度逆に上にしていただくとボリュームを変えていきます。気圧が下がるとか、もちろん普通に出てくるコンパスが少し受けすぎる。オブジェクトのデコに他の部分のオブジェクトで このクリアカバーに糊を筆で塗っていただいて、でそこに切ったりちぎったりした紙をどんどん貼っていくっていう形ですね。で最後にニスを塗るので、ペーパーなんですけども、あの若干の水濡れっていうのも大丈夫になります。田中さんにメッセージ、今から戻ります。これでショートメールの画面が立ち上がって、今お話しした内容がもう本文にも入力された状態になります。まず食べたものをここで、ハンバーガー、場所もですが、こういう記録をこの Facebook に投稿っていうボタン一つでアップすることができるようになるので、こっちにも記録して Facebook にもアップしてっていうような二度目間になることはないので。